皆さんこんにちは、アートディレクターの井山です。今回はですね、弘前、青森県弘前市にあります旧弘前開港舎という建物が会場になっております。MT 博ということで、2年に一度開催する、MT のイベントの総決算的なイベントなんですけれども、まず会場、いらっしゃるとですね、ここがメインのエントランスなんですけれども、ここに淀川テクニックさんというアーティストの方がいらっしゃるんですけれども、いろんなゴミとか廃材を使ってさまざまな造形物を作られるアーティストなんですけれども、ヘタと呼ばれている端っこの部分、これを使った造形物として今回像を作っていただきました。像のこう、なんていうんですかね、体の造形とかがすごくよくできていて、ぜひこれ、周りからですね、じっくり眺めていただければと思います。こちらがですね、裏側の庭になってます。で、この芝生の中央ですね、ここにこれまで開催してきた MT のイベント、2019年から21年の間の主だった写真のパネルを展示しています。今までこんな風な展示をしてきたんだなということが、ざっとですけどね、ご覧いただけるような展示になっています。それから、あの奥にですね、建築家 TNA さん、鴨居さんの工場の建築などもやっていただいているんですけれども、その TNA さんが作られた小屋、これを倉敷の工場から運んできまして、庭に設置して展示しています。それから、いつも登場してもらっている電気自動車のピールも置いてございますし、4箇所だったかな、ベンチが設置されてるんですけれども、その上にも今回のパターングラフィックを、貼ってあります。それをご覧いただきつつ休憩もできるような場所になっていますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ここにいるだけでもすごく気持ちがいいと思います。ぜひですね、中も楽しんでいただきたいんですけれども、この庭にもですね、ぜひ足を運んでいただいて、展示もそうですし、ベンチに座るなどして和んでいただくような時間を作っていただけるといいのではないかなと思います。